こんにちは、あるいはこんばんは、岩田一郎です。位置取りが、位置取りがいまいちだ。はい、ということで本日もいただいたマシュマロ、いつもヒーヒークレクレ言ってるねマシュマロにしこしこ答えていきたいと思います。はい、ということでね、質問読んでいきたいと思います。最近本当に無敵の人が怖いです。で、遭遇してしまった時の対処法、過去ナイフを持ってるパターン、ガソリンを持ってるパターンなどをぜひ、以前動画にしていただいた痴漢撃退のような実践込みの動画で教えてもらえると心強いです、ということですね。実践込みの動画にならないでしょ、その。はい、ということでね、まあちょっと一時期ね、めちゃくちゃ多かったし、なんか今でもね、これ1月の十何日かな、撮ってるんだけど、半ばですね、撮ってるんだけど、まあまたちょくちょくありますからね。はい、ちなみに今無敵の人っていうのは、まあ失うものがもうない、はい、人のことを指してまあ言うんですけど、まあどう転んでも損がない、まあだからこう守るもんがないんですよ、自分の命さえも、立場も命も何も守らないから、何やったっていいんですよね、その人にとっては。これはね、恐ろしいですよ。で、はっきり言って、対処法なんつうのは、まあ、基本的になくて、はい。男性か女性かちょっとわかんないですけど、まずね、狙ってくるのはね、弱い人のはずなんで、屈強ないかつい男子に向かってやってくるようなさ、こう、心の強さがあるんだったらさ、そんなところでうだうだやってないでしょ、普通。なんで、まあ、多分、まあ、女性とか、弱い人めがけてやってくるかなとは思うんですね。はい、なのでまずね、こう大事なことだけど、特に刃物持ってる場合は背中向けちゃダメですよ。背中向けて逃げたら的にされますから、もう動物と一緒ですよ。はい、なんで目をそらさないように、万が一刃物振り回しても大丈夫なように、避けれるから、プロじゃないんで、どの道坂口拓さんみたいな人とかがさ、こうやって来られちゃったらもう誰でも勝ち目ないけど、相手は素人でビビった状態でやってるわけなんで、はい、基本的にはまあ目そらさずに、背中向けず、後ずさりしていくってことですね。はい、これ超重要です。まあ痴漢の撃退法とかもそうだけど、ヘイシリは絶対、女性の方は特にオンに、まあまあ全員がね iPhone 使ったわけじゃないと思うんだけど、その緊急電話ですよね、すぐできるようにするっていうのも絶対大事ですね。まあ、パニックになってみんなが一斉に逃げちゃうんで、そこのところだけは、まあ、守ってくれっていうか、はい。で、リュックとか背負ってたらもう正面にリュックを持ち帰る。万が一、もう少しでもダメージ。で、大体、こう、振り回してくる方が多いんで、まあ、刺して、まあ本来はナイフだって使い道としては威力あるんだけど、切ってこようとするんで、そうするとね、まあ、簡単に死なないんですよ。切られたぐらいじゃん。まあ、切られた、まるで切られたことがあるように物言ってますけど、まあ、ないですけど、そんな修羅場くぐってないですけど、基本的には振り回す。素人っていうのは絶対振り回してくるんで。だから、よく見てれば当たんないっちゃ当たんないんで、まあ、あとはですね、大事なことは男の人来て。まあ、男が戦いってこともないけど、まあ、さ、建物だったら消火器振り回したりとかさ、何でも手あるじゃない。で、まあそういうところでですね、絶対に背中を向けて逃げない。はい、必ずそういうおかしなやついたら取り押さえられるんで、まあ大体 1,2 分はかかると思うんです。だから 1,2 分逃げ切るってことに全集中力を使ってもらえたらなと思いますね。でもこればっかりはね、ほんとどうしようもないんで、もう突然現れるし、もう日本はさ、こう銃社会じゃないからさ、アメリカみたいです。ドンって行かないわけじゃん。なんで、もうほんとうまいこと逃げるしかない。はい。だから背中向けてわーって言ったら後ろからドンってやられちゃうんで。はい。焦って転びもするしね。だからもう後ずさりをしてくんですよ、人のいるとこまで。まあね、これは恐ろしいよね。俺だって怖いかんね。そんな。実際に遭遇してないからさ、こうやって言ってるけど、それこそね、熊に襲われた時の対処法みたいな。とか、こう、あるじゃん。実際にはあれだってクマにさ襲われてなかったらさ、こう知ってることとうとうと言えるけど、襲われたらもうそれどころじゃないからね、パニック起こすからね。昔ね、春スキー行った時にね、群馬ですけどね、スキー場のこう、まあ、オープンする前だから、こう駐車場でこう止まって待機してたらさ、反対側の斜面でさ、ツキノワグマがさ
走ってたのよ。ザーって駐車場の誘導するおじさんが、おお、あれ見てみーっつって言うから、何々っつって見たら、おお、熊が走っとるよっつって、そしたらもう山の結構な斜面で横に道なんかないかんね、原付き並みのスピードでバーンって行ったかんね、熊が。あれ見てこいつに出くわしたらやべえなって、その距離で、絶対届く距離じゃないけど、その距離にいるのに見て恐怖感じたからね。だからその目の前にやっぱそういう人が現れたら絶対にパニック起こすんですよ。でもね、あの目背けちゃダメですよ、狙われた時。持ってるもの全部振り回していいですからね。もうそういうこと したらこっちがどんな手段を取っても確実に正当防衛なんで、はい、あの必死の抵抗っすね。ただね、こう争ってるとこ止めに行って巻き添え食らうような真似は絶対してほしくはないんですけども、うん、まあ、ガソリンとかもね、もうどうしようもないね、食らったらどうしようもないですね。もうどうすればいいんだろうって思っちゃうよ。大体その入り口にね、火放たれたりしたら本当にもうどうにもなんねえなと。まあ岩洞だとね、まあ、奥に水道があるんで、まあ、そこら辺のタオル全部濡らして消すしかないんですけど、まあ強いて言えることとしたら、どんな状況でも絶対に諦めないこと。諦めたら詰みます。はい、覚悟してきちゃってるのか、頭ぶっ飛んじゃってきてるのかちょっと分かんないですけど、絶対にそういう人に対して出くわした時に諦めないように、はい、諦めたらリアルに試合終了どころか人生終了ですから。はい、必死で持ってるものを振り回してもでも何でもいいんで、抵抗されるとかあんまりそういうことも想定してないと思うんでね、はい、必死の抵抗しましょう。はい、まずね、そんなもんがね出てくる社会じゃなくなればいいんだけどなっていうのが一番の答えですね。はい、ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。